どうも一般人です。今回はですね、キンツァンが乗ってる、ウィッツがねエンジンのねアイドリングが調子悪いということで今入ってきてます。多分ね、スロットルバルブがね汚れちゃってるっていうのが原因だと思うんで、ちょっとね今エアクリーナーね外したんで見てみたいと思います。どんな感じになってるんでしょうか。こんな感じ。でもそんなに、外から見た感じだと、でもやっぱりね、あれが、カーボンがね、見えますね。角のところに。あれで、動きがね、悪くなってね、アイドリングが不安定になってるという原因みたいです。本当はね、外して、これね、やるといいと思うんですけど、ちょっとね、今パッキンとかないんで、できればね、今日のうち乗って帰りたいというので、とりあえず掃除して、ね、下の方は、こっちの方からね、レックスですね。エンジンの内部洗浄剤で、洗浄してみたいと思います。一応念のために、プラグの方もね、外して、ちょっと点検してみたいと思います。はい。じゃあね、まずはね、キンツァンのプラグの方をね、交換しちゃいたいと思います。じゃあね、このようにコネクタ外しました。こうね、押しながらこうやって引っ込んでくるんで、じゃあね、イグナイターを外します。イグナイターはね、大丈夫なんで。今回は、プラグだけですね、交換。あれ忘れない？あれまあまあきつい。嘘でしょ。なんだ？なんかね、一本抜けないですね。あ、抜けた。結構硬く入ってます。残り1箱。これもこんな。あとね、プラグ外します。ね、さっき工具で緩めたんで残りはね手で外れると思います。そろそろね外れてるかな。もう外れたと思う。はい、こういう感じですね。もうね大体ね距離がね12万キロ乗っちゃってるんで、さすがにね交換時期です。ちょっとね角の方とか見ると、角はねもう斜めになっちゃってるのが、ね、見えます。こうなっちゃうとねもうダメなんで交換します。じゃあね、一応今回使うプラグはイリジウムタフっていうね、寿命がね普通のやつよりも長いイリジウムプラグです。まあね、ちょっと中古と新品比べてみましょう。はい、やっぱりね全然違いますね。プラグギャップもねやっぱりちょっと広がっちゃってますね、こっちのやつは、古い方は。なんでねやっぱりもう12万キロぐらい行ったら交換ですね。10万キロ超えたら大体交換です。じゃあ交換しちゃいます。はい、どうも一般人です。じゃあですね、キンツァンの、ビッツねこれから直していきたいと思います。やっぱりねスロットルバルブがね汚れてるっていうのがね一つの原因みたいなんで、そちらもねこれから直していきたいと思います。じゃあスロットルバルブねまず外していきましょう。はい、まずねここの4本のネジをね外します。で、あとねこのコネクターもね抜きます。ここですね。あとは、ここね冷却水が通ってるんで、冷却水のホースもね水が出てこないように止めてから、抜きます。で、後からねエア抜きはやるようですね、冷却水のね。じゃあ作業を開始しましょう。一応ねこのように、クランプをねまずずらしました。そしたらねこういう、ホースをね外すときに使うやつがあるんで、これでこのね隙間をこういう風にね入れてきます。そうするとねこうホースの間に入って、ホースをね結合してるところを緩めることができるんでね、こういう関係でこれでこう回るようになったらねもう結合外れてるんで引っこ抜いちゃいましょう。ちょっとねここ水止めてから抜きます。じゃあね、このように、クランプとかねこれでバイスプライヤーとかでねホースをとりあえず締めて冷却水が出ないようにしたら、このねスロットルバルブを外します。結構ねやっぱ汚れてますね、角が。裏側がねさらにすごいと思うんで、裏を外して掃除します。ここの4本のネジをねまずこの次外していきましょう。これですね、あとこれと、あとこの裏にあるやつね外していきます。はい、というわけでね、スロットルボディの方がね外れました。ちょっとね見てみましょう。まあまあ汚れてますね。裏側はねどうなってるでしょうか。一回ね、掃除したんで、まあ、そんなにはね、
汚れてないかなとも思うんですが、まあ、やっぱりねカードがちょっとねカーボンが溜まっちゃってますね。このあとこのねバルブのとこもねちょっと傷とかもねあんのかもしれない。もしかするとねこのバルブの動きのとこをあれ塗ったらいいんじゃないかなと思います。ベルハンマー、ベルハンマーでね動きが良くなってこれがねスムーズにあの回転あのバルブをね開閉することができればもしかするとね治るかもしれないんで、とりあえずねこっちの方をねまず掃除してからちょっとねベルハンマー塗っていきたいと思います。この、モリブデンの代わりにね、じゃあちょっととりあえず掃除していきましょう。はい、一応ねスロットルバルブクリーナーをね使います。なんかねあんまり強力なやつでやるとねダメになっちゃうみたいなんで専用のやつを使います。じゃあねまずはこれをねブラシにつけて掃除していきましょう。ちょっとねスロットルは動かないんで指でねこう押し開けて掃除します。ちょっと片手厳しいんで取ったら終わりにします。はい、じゃあね掃除していきましょう。まずねここをまあ見てカーボンをね開けていくわけなんですが、ちょっとね結構いいかな、このように指を挟んで指を入れてねこう掃除します。あ、結構すごい、結構汚れがひどいね。やっぱ裏側は結構ね見えますかね、汚れがこう飛び出してきてますね。ここはねどんどん汚れてきます。やっぱカーボンは結構ねこびりついてんね。ちょっと見えますかね、こう見るとカーボンがね開けるとねこう見えるかな、映ってるかな、このカーボンここにね下側に固着してるの見えますか。あ、見えないですか、ちょっと明かりも来るんです。電気持ってきました。こういう感じですね、指ちょっと挟んであるんですが、ちょっとね下側ここねこういう感じでかなりね下にカーボンが固着してしちゃってますね。こういう風にこうなっちゃうとねやっぱダメなんで、映ってっかな、なんか見えにくい、見えにくいけど分かるよね。ちょっと一回拡大してみるか、こういう感じ、こういう感じですね。こう、段差がね、できてるのがね、見えますかね。スロットルバルブの形に、もうね、段差ができちゃってますね。この段差がダメなんで、ここをね、まず平らにします。これでね、吸入空気量が、正確にね、測れてないと思うんですよね。これで塞がっちゃってるんで。ここをね、まずはきれいに掃除してから、念のためにね、カドンとかベルハマをちょっと塗って、組み付けます。はい、じゃあね、あれからね、30分ぐらいね、ずっとね、この、まあ、プラスチックのね、ブラシでひたすらね、こう、すこすこね、バルブを開けて、磨き続けました。でね、やっとね、綺麗になってきましたね。これ見てください。全然ね、角のあれがないでしょ。カーボンの塊。ちょっとね、開けてみますか。こうかな。あ、これがね、なんか開けられない。これで、はい。このように完全にね先ほどまであった黒いね固着した塊がねなくなっているのが見えます。こっち側はちょっと指が挟まる、ちょっと待ってね、指が挟まるんだよ。お、いていてて、はい、これね裏側もねこういうふうに綺麗になっております。まあねここまで綺麗にやればもうね、スロットルバルブがね、閉まった時にね、隙間がね、アイドルスピードを測定するね、隙間がこう、見えるんですよね。こう、よく見ると。向こう側がね、こう、光がね、透けて見えます。さっきはね、この光がね、全部詰まっちゃってたんで、見えないです。ちょっと、これちょっとね、ライト消しますか。消した方がね、見やすいかもしれない。このようにね、向こう側にね、隙間がね、こう、光を当てると、こう、隙間がね、できるんです。これがね、アイドルスピードが、普通ね、この隙間をね、調整してやってるんですよね。向こうが、ちょっとね、うっすら、
上と下ね、見えるのが分かりますかね。この隙間が狭くなってくるとアイドルスピードが落ちてきて、あのポッ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 っていう感じでね、エンジンが止まりそうになるみたいです。じゃあね、あとはこの角のスロットル部分のこっちの角と向こうの角にね、ベルハンマー一応塗って、組み付けてみたいと思います。多分ね、ベルハンマー塗っとくとね、動きが良くなっていいと思うんだよね。あのモリブデンよりちょっとね、これはあの実験的な感じになるんですが、一応ね塗ってから組み付けていきましょう。はい、じゃあね、一応今回またベルハンマーやってみます。これはね、あくまでも私のね個人の考えなんで、責任はあのやる人に任せます。ちょっとね、動きは良くなると思うんでね、ゴム部品もね傷めないということなんで、この角のところだけちょびっとだけですね、これぐらい。このぐらいかな。ちょっとね。ちょっともう、あ、ちょっとこれも塗っちゃおうかな。こっちもね、塗っちゃいます。はい、塗りました。で、これでね、なじませるために何回かね、開け閉めをやりましょう。こういう感じで。閉まるのはね、まあ、自動で閉まるんで。これもね、抵抗が少なくなれば、あの動きもね正常に調整してくれると思うんで、動きが悪くなってるやつ、まあ、最悪ねダメになったら、このボディごとね、あのリビルト品でできてれば交換してみましょう。もしくは中古とかね、距離走ってないやつとか、多分ねこれで大体大丈夫だと思うんで、あとはねちょっとあのウエスでちょっとね、余計な油分を拭き取って、つけていきます。はい、じゃあこれでね完了です。じゃあこれであの組み付けていきましょう。果たしてアイドル回転は直ってるでしょうか。あとね、取り付けるときにここにねゴムのパッキンがついてるんですよね。それがまああのこれなんですけど、このねあのパッキンの方もねあの交換していきましょう。これね、古いのは剥がしちゃいます。でこれは新しいのをつけます。とね、一応外してみました。まあね、右側が古いやつで左側がね新品です。多分こう逆とかにねつけないように気をつけてつけましょう。まあこっちとこっちはねあの間違いようがないと思うんですが、これでつけますね。このように、取り付けます。このね溝の中にねきっちり入るようにつけていきましょう。まあ中もね汚れてんのかな、どうなんだろう。まあまあこの中もね、もうこっちの中はインマニなんでねあれなんですが、これで組み付けていきます。じゃあね、組み付けの方を完了しました。まあ、下のねホース閉めて、上のホースも閉めて、クランプもね前回ついてた位置と大体同じにして、つけましょう。であとコネクターねつけて、これもねステーもつけてあります。あとはね、コンピューターを再学習するようなんで、まあ、バッテリー切ってちょっとねやり方見てやります。あとエアクリーナーとかもね全部つけてっちゃいます。あのちなみにこの間ねプラグも交換したんで、さらにバッチリだと思います。エアクリーナーはまだ使えるみたいなんで再利用します。掃除してね。じゃあつけていきましょう。じゃあね、組み付け終わりました。あとね、あのアルミテープチューンもねやってくださいということで、あの頼まれてるんで、アルミテープチューンもねやっていきます。じゃあね、ちょっとエンジンをかけて初期学習やっちゃいましょう。はい、じゃあね、初期学習ですね。このヒューズボックスが、まあ、あるんですけど、まあ、これヒューズボックスね外したやつです。で裏を見て、あのここにねあの配置とあれが書いてあるんで、こっちのねこのちょっと待って、電気が弱い。今日ねあのこの ETCS、 この10アンペアの、ね、ETCS っていうヒューズと、あとねこっちの EFI っていうね20アンペアのヒューズを同時に抜いて、60秒以上ねあの外した状態にしといてから、またね組み付けてエンジンをかけるそうです。でエンジン暖気が終わってからね、あの回転数が正常かどうか見て、完了となります。じゃあ実際のヒューズボックス見てみますか。まあね、20アンペアこれですね、この黄色いやつと、このね10アンペアのこれですね、これ、まあ、左側のこっちのやつね、左側の10アンペアのヒューズを1回同時に抜いて60秒ね経ってから、またつけるそうです。じゃあやってみましょう。はい、じゃあね、さっき外して60秒経ちました。
というわけでね、これでこれを閉めちゃいます。閉めて、逆だ、こうじゃねえ、こっちだ。こうか、こうだね。なんだこれでね、はい、はい、閉まりました。じゃあね、これでエンジンかけます。じゃあね、これでエンジンかけて暖気しながらね、アルミテープチューンついでにやってっちゃいます。はい、じゃあね、果たしてエンジン回転数は治るでしょうか。じゃあね、ちょっとかけてみたいと思います。エアコンとか切っといた方がいい。じゃあかけてみましょう。まずね、エンジンかかりましたね。とりあえず初期学習が終わるまではダメみたいなんでね、この冷たいマーク、 C のついてるね、クールっていうマークがね、消えるまで、待ちます。で、暖気が終わるまでやったら回転数がね、落ちないかどうか見て終わりです。ちなみにね、初期学習やってるときはね、エアコンとか切っといた方がいいですね。じゃあちょっと待ってます。アルミテープチューンやっちゃいます。